これがですね、人型にしたいなと思ったので、まあ、名付けてメカチャオリンゴちゃん初号機ということでよろしくお願いします。そうですね。まあ、強い。はい、どうも皆さん、こんにちは。チャオリンゴと言います。任天堂スイッチは滑り玉のタイトル中心に実況しております。YouTube のチャンネル登録よければお願いいたします。それじゃあですね、モンハン楽しいなと思いながら昨日からガンガン遊んでたんですが、今週は新作タイトルですごい気になるのがあるので早速やっていきましょう。今日はね、テラテックってゲームやっていきます。よろしくお願いします。この前のね、インディーワールドで紹介されたタイトルでもありますが、3D のマシンを作って射撃とかね、空飛んだりとか、フィールド冒険したりとか、そんなね、なかなかクリエイター心をくすぐる結構いいゲームだなと思っていたんですが、それこそやっぱりね、これ結構出た当初から話題になってたと思うんですけど、プレイステーションがね、すごい好きな人は、パネキットっていうかなりコンセプトに似たゲームがあったと思うんですが、まああれを思い出した人もいるかなと思うんですが、僕もね、パネキット大好きだったんで、まあまさにこれは現代にね、それをリスペクトした作品なのかなと思ってかなり気になっておりました。早速やっていきましょう。よろしくお願いします。Steam とかではね、数年前ぐらいから出てて、プレイ動画とかも上がってるんですが、まあ、家庭用でね、遊べるっていうのはやっぱいいなと思います。じゃあ行きましょう。まあ、パネキットっていうのはもう20年近く前になるか。本当になんかその物理法則とかを計算しないと車がそもそも走らないとか、かなりね、その現実的なリアリティを持った、物理組み立て、電子キットみたいなね、そんな面白い作品があったんですよね。なんかね、本当にリアルの車好きな人とかはあれかなり興奮しながらやってましたね。そのちゃんとタイヤが地面に面してて、その回転の向きが合ってないとダメなんだよみたいなのがあって、まあ、ゲームってそういうのをさ、割と簡略化して普通は組むじゃないですか。だからね、それをあえて反映させてやってるっていう作品がかなり衝撃的だったって結構言っている人いましたね。じゃあ行きましょうか。じゃあ、オープニングというかね、タイトルこんな感じですか。なんか、バトル方面とかをすごいこだわってんのかな。いいね。マルチプレイもあるんだよな。行きましょうか。じゃあ、初めから。キャンペーンか。まずここだな。クリエイティブ。ああ。まあ、ゆっくり作って楽しんでねって思うけどね。ガントレット。じゃあ行きます。キャンペーンから。シート地とかあるんだ。テラテックですね。さあ、もうカメラも動かせますが、なんかある。はい、操縦ブロックに傷がついてしまいました。なんとか大丈夫。絶対に守らなければいけないブロック。コアみたいなものか。はい、じゃあ、移動させて。これ別ですね。これとなんか別に動いてるカーソル。A を押してください。お、設置しましょう。そっか。なんか、作る画面とかじゃなくて、こうやって、もう ここで組んでいくんだ。いいね。へえ。よし。マシンガン。あ、違う。そっちじゃないよと。ミニドリルか。お、いいね。B を押してビルドビームを解除しましょう。ミーンといきます。これね、あれだ、ラジコン操作だ。いわゆる初代バイオハザード、もしくは僕の夏休み。左右で方向を決めて前で進む。 撃てるの？お、撃った撃った。すごいかわいいな。バトルが結構中心になってんのかな、要素としては。おお。だからやるのか。なかなか当たらんな。これでどう？ かわいいな。あ、これでなんかタイヤとか手に入るわけ。A を押してブロックを拾い、テックに装備してください。なんか増えたな。へえ。これさ、つけるってなったらここでしょ？ああ、タイヤが増えるのね。これ何？なるほど、なるほど。あ、
まあ、結構ね、操作できる部分がたくさんあるから、すぐ6輪になった。かわいいな。とりあえずつけるか。タイヤそこじゃない、タイヤそこじゃない。ちょっと浮く。まあいいや。まあなんか直し方教えてくれるよね。すごい意味のないタイヤなんだけど。黄色いブロック。マーカーが落ちたところ。なになになに。あれか。撃ってますね。おお、かわいい。てか面白いな、やっぱ。カーソルを表示。Y でこのカーソルモードになります。ちょっと何何何。おお、バトルが結構果敢に入るんだね。OK、破壊してやりましたよ。でもタイヤもういらないよね。つける場所ないよね。うん。まあいいや、とりあえず黄色いあそこに行こう。テックのオプション。名前変更。スナップショット。はいはいはい。テックローダー。ん？あ、太陽光発電機。いいね。拾います。地面に触れている間に A を押してください。ないないない。成功です。お、発電を始めました。本当に？お、リペアフィールド発生機。拾いますよ。これを設置すんの？ごめんなさい、こっちですね。こうか。お、充電してる。近くにいるといいことあるの、これ。体力回復エリアか。Y を押してカーソルを保持します。レピアステーションを動かして。ちょっと、どうこう。あら、あら。下についちゃった、ちょっと。あ、でもまあ、こういう時はちょっと浮かせて。ちょっとまあうまく回転させて、まあこういう風に場所を設置していって、でちょっと待って、たまには置いて、これいらないから捨てて、こういうことか。発電機持ってきましょうってことでいい。レーダーを見つける。レーダー、じゃあパソルなくしていきましょうか。赤表示ね。お、ちょっと待って、これ壊せんじゃね？おー、ドリルだ。さすがだ。削岩機だね。いや、すべて面白いな、このゲーム。いいね。まあ、こならのいう自分をどんどん強くしていける。まあ、マイクラチックでもちょっとあるかなとは思うんですけど、このね、なんか、自分を体作っていくって感じとかも。で、まあなんかマーカーが出てるからそっち行きましょうか。曲かっこいいな、意外と。すごい壮大なさ、冒険感出てるよね。これ何？鉱石？ドラグライト鉱石かな。まあ、とりあえずあそこまで行ってみるか。射撃が、弾の概念とかはないんだけれども。お、何これ。まずい、コソドロがレーダーを持ち出そうとしている。お、倒そう。待て。盗っ人め。止まらないと撃つぞって言うけど、止まるやつっていないよねっていうのさ。あるあるですが。まあ、撃つよね。なんだお前。お、ブロックいっぱい。よっしゃ。わかった。ちょっとキメラ化するけど。これ主人公どんどんさ、なんか細長くなってくるよな。ちょっと待ってね。こういう時は、一回、あれだったら B で浮いて、ブロック持って、
そうそうそう、違う違う、そうじゃない。まあいろんな付け方はあると思うんですけど、ちょっとめんどくさいからこっちにこうつけていきますね。ほーん、めっちゃ細長くなってきたな。上じゃダメかな。 OK。 はい、レーダーによって遊園地にミニマップが表示されました。よし、これで走ったね。 OK。 赤いのあっても走ったかもね。カーソルを消すっての忘れてた。バッテリーの回収、びっくりマークある方向へ行きましょう。早く空飛びたいよね。あとやっぱこれさ、マイクラの家みたいなもんだけどさ、作る人のセンス出るよな。あの豆腐ハウスにしてしまうか、ちゃんと車両を意識したような形にするかみたいなさ、なんかそういう感じだよね。まあ違うね、マイクラで言うといわゆる屋根がついたちゃんとした造形を作れるかどうかですね。とりあえず僕はブロックをこうやってあの芋虫のにつなげてますけれども、なんかそのクリエイターのちゃんと思考を持ってる人はね、これをちゃんと車っぽい形にしたりするんだろうなとか思ったりするんですが、まあ、それは後々で。まあなんかその移動するためにね、あの基本というかその車の原則をね守らなきゃとか、そういうところはあんまないのかな。とりあえずブロックっていうのがあって、それを組んでいけば OK みたいなところはあります。バッテリーの回収ね。うんうんうん、お、本当に引っかかってます。木を切り倒してバッテリー地面に落ちましょう。いいんでいいか、これだ。 OK、 バッテリーを開きましょう。テクに取り付けましょう。お、移動中もリペアフィールドを発生させることができます。いいね。どこだ？あれか。いっぱい説明出てますね。なんかこうパーツ集めていくのはあれだな。このちょっと未知の惑星に降り立ったっていうのもあるんですけど、ピクミンみたいな感じもするね。冒険感は出てるよな。というわけで、まあ10分ぐらい遊んだ感想ですけど、そのすごいなんかいちいちそのブロックをね、あの組むことを結構そのそっちを重視した作りかなと思ってたんですけど、そんなこともないね。普通にこの一個のゲームとしても楽しく遊べますね。気軽にクリエイトするっていうのはまあ別にまた、おお、できちゃう。ここエイペックスレジェンド。わあ、すげえ、めっちゃ入った。何これ、どうしよう。贅沢に組むか。敵出てきたらちょっと倒すね。まずは痛い、ひどいひどいよ。てめえこの野郎。よし、もうあれ、タイヤ外れた、ひどい。仕方ない。ね、ここはもうちょっとがっつり組んでみるか。まあこれちょっと腕の見せ所だと思うんで、あのカット挟みながら、あの僕のマシンを今ここにね散らばってる僕で作ってみたいと思います。交互期待。じゃあちょっとカット入れますね。よろしくお願いします。はい、皆さんお待たせしました。じゃあね、今できる範囲でちょっと作ってみたんで見てください。はい、これがですね、人型にしたいなと思ったので、まあ、名付けてメカチャオリンゴちゃん初号機ということでよろしくお願いします。そうですね、まあ強そうだな、ちょっとね、タイヤを4つつけまして、で、肩にこのショットがあって、で、まあこれロボットですから別にどうでもいいんですけど、大事なところにドリルがあるっていうね、素晴らしいデザインですね。じゃあこれで走るのかやってみましょうか。ビルドビーム解除して、ダメか。ちょっと待って、これ走るかな？ちょっとね、カーソル表示にして、そっか。やっぱりちょっとこれ、物理法則そんなに無視しても大丈夫ですよと思ったんだけど、多少は考慮しないとダメなんだね。なんか後ろとかにタイヤつけることで改良できるかな。ちょっとやってみますね。はい。はい、お待たせしました。タイヤをですね、前と後ろに4つほどつけました。これで多分立つんじゃないかなと思ってるんですが、じゃあメカチャオリンゴちゃんバージョン2ですね。初号機ですけど。はい、行きます。あ、とりあえず OK。自立はした。これ動くの、とりあえず。
動くか。あー、ダメだ。タイヤが悪い影響を与えてる。でもこうやると戦車みたいでかっこいい。それだけだな。あ、ダメか。やっぱタイヤがなんか総合的にダメな効果はなくせんな。じゃあ外せばいいのか。前のタイヤ2つ外してみます。ちょっと待って、ちょっと待って。外して、外して、ダメ?ダメ?ちょっと待って。頑張れ。あー、ちょっと待って。じゃあ、後ろのタイヤを外すっていうのはどう?ちょっとやっぱバランス悪いかなー。この形だと。ブロック、もうちょっとあればいいんですけどね。ブロック切れちゃったんですよ。どうしようもないなーと思いながら。後ろの2つを外してみます。これで走ります?あ、背中が、背中が。あー、ダメだ。難しいね、このゲーム。ダメだね。バランス取れないね。ダメージ受けた、今。ちょっとずつなら動く。まどっこしいな。あー、なるほどね。難しいね。どうしよっかな。ちょっと腕とかに使ってるパーツを無理やり下にしてバランス取るしかないな。ちょっと考えます。お時間をください。はい、お待たせいたしました。メカチャオリンゴちゃん初号機バージョン3ですが、足元を見ていただくとわかるんですけど、結構変えました。やっぱね、ブロックが少し下かな。下半身のところはね、安定してないと、もうそもそも倒れちゃうんで、もう3ブロック3ブロックでちょっと繋げて、タイヤもつけたりして、前後もバランスを取りまして、で、これで、動きました。で、後ろのタイヤは、まあ、いわゆるこれ本当に戦車とかの法則みたいなもんだと思うんですけど、一応旋回に役立つのでつけてます。で、前のスピードも結構出ます。射撃もちゃんとできます。ね。ドリルもちゃんと回ってるでしょ。元気ですね。いいですね。というわけで、できました。メカチャオリンゴちゃんです。やった。じゃあちょっと、ドンパチしてくるか。なんか前に敵がたくさんいるので、今日はドンパチして終わりましょう。さあ、見せてやれ。いけ。初号機暴走しろ。行くぞ。お、強いんじゃない?もしかして。あ、めっちゃ強くない?これ。で、かつ、これさ、こういう、なんか前にあるやつで、ちゃんと障害物も壊せるはずだから、ちょっとやっちゃいますよ。あれ、あんま壊せないな。あー、ダメだな。ドリルとか前面につけた方が強いかもしれん。いや、ちょっと下半身のドリルは、ただつけたくてつけただけなんですけど、まあ、シンボルみたいなもんだから。行くぞ、ちょっと待って。あいつ逃げてんな、めっちゃ。やるか。EXP 入った。よし、お前も倒す。結構ロックオンしてくれるんだな。ありがたいね。やったぜ。というわけで、向かうところ敵なしですね。強い。じゃあ、また後のハテナに行けばいいのかなと思いますけれども。よし。作ってた時間がですね、多分10分ぐらいだったんで、動画としては20分ぐらいかなと思いますが、うん、まあ、紹介はこんなもんで終わりにしておきましょうか。こうやってね、次はまた、ハテナの場所が、さっきあったよな、あったね。あそこに行ったりするっていう目標はあるので、まあ、それをね、気にしてもいいし、気にしないで延々と作っちゃってもいいのかなと思いますが、こうやってね、たまにある、戦利品を手に入れたりするのも楽しいと思います。ちなみにこれは何?これはミニドリルか。足あたりにつけとくか。ここがいいな。よし。というわけで、どんどん強くしていくことできますね。頑張りましょうか。この機体、割と人型にしたらどうなるのかなと思ったけど、最終的にはいいな。このちょっと戦車っぽいのかっこよくないですか?この旋回はいいなと思ってるんだよな。個人的に。よし。じゃあ、そんな感じで。初回はね、導入としてはいいかなと思って、これで終わりにします。またこのね、自分のマシンと一緒に冒険していきたいと思いますので、僕は続けて楽しいので撮りますが、またよろしくお願いします。じゃあ、またよかったら他の動画含めてください。このゲームですが、めちゃくちゃ面白いと思いますね。本当に。誰でもね、手軽に組めるし、その変にその、まあ、動かないというかさっきみたいにね、自立しないみたいなことはね、さすがにバランス悪くしちゃうとありますが、それは結構改善できるっていうね、試行錯誤が面白いところでもありますので、それも結構手軽にはね、到達できるので、ぜひやってみるといいと思います。じゃあ、またよかったら見てください。さよなら。